で、リンク君は何してたの？で、何で、何なの？ちょっと行動集合でどうやってあそこから脱出したんだろうな、異世界クラフトから。本探したんかな。楽しかったよ、リンク。ありがとな。じゃあ、俺海の中で使ってくるから、これ。じゃあな、リンク。またいつか。この奇妙な世界でリンクは生き、そして死ぬことになる。彼のその後を見た者はいない。半分ぐらい初めましてでは、いつだっけ、本当に異世界クラフトでいなくなったよね。だから多分だけど、ホノさんも被ってないレベル、ギリギリ被ってるのが、エビフライがギリギリ被ってるってレベルかな。だよね多分。そんな前、ユッキー以降、ユッキーがギリギリ、ユッキーの前ってなんだっけ。多分だからそうじゃない、カキカマエビフライとかが入った後だよね多分。カキカマエビフライが2期の直前に入ったから、だからそういうことだよ。カキカマエビフライ世代だよ。わお、それはすごいね。それはすごい。異世界で消えたならユッキーも面識がない。だからエビフライぐらいしか面識ないはず。2020年11月とかじゃない、最後に来たの多分。そう、っていうか何してたの逆に、なんで帰ってきたんだ。いや、なんかさ、俺さ、言われてたのが、リンク君の話を微妙に出たのよ。異世界クラフトがどうしたこうしたみたいな。その話が、実はこの撮影をする何日か前に出てて、それで帰ってきたのかなって言ってた人いたんだけど、そうじゃないんですよね。その話の前の段階で俺も連絡もらってて、偶然出たのよ、あの話って。実は偶然異世界クラフトの話が出て、だから、もう、関係ない話なんだよね。それと全く関係なく偶然出て、その前から話は俺に DM 来てたのよ。いつどうやって入るみたいな感じの話をしてた時にあの話が偶然出たから。リンク君何してたの？ずっと話さないけど、そんなチルノみたいなタイプだっけ君。なんか忘れちゃった、リンク君のなんか存在を。なんか どんなやつだっけこいつ。俺もよくわかんないや。なんだっけリンク君って。どんな感じなんだっけ。もしちゃんとしないぜだっけ。僕と一緒に住んでた。それは知ってる。母が入院して会社を辞めていろいろ忙しかったけど、あ、ちゃんとした理由だった。ちゃんとしてた理由。ちゃんと大変そうな理由だった。クソ、ちゃんとしてた。なんか下沢的な感じじゃなかった。なんか学校辞めてますみたいな。バロやってたら寝過ごしまくって学校辞めましたみたいな感じじゃなかった。今安定してゲームできる時間もできてきました。てか50人クラフト見てたの？どういうノリになってるかとか分かってる？ No。 あー、じゃあ面白いね。なんかいろいろいるよ。いろいろ増えた。リンク君なんかどう？なんか変わったなって思うことある？知らない顔がたくさん。イカれたやつらを紹介するぜ。できるよ。同じ顔もたくさん。あと、あー、そう、タコワサのことかな。タコワサか。あー、確かに同じ顔、なんか当たり前のように同じ顔の人がたくさんいるけど、まあ驚くか。これタコワサって言って、このタコワサ999ってやつが最初この格好をしてきて、でなんかこうイモムシがこれの真似するのを流行らせたみたいな。で番号だけ違う人たちみたいな感じ。なんか増えてたんよ、パチモンっすね。まあ999のパチモンだね。全部ヨッシー軍団みたいな。まあ、そうそうそう。あ、古い言葉で言ってくれた。そう、ヨッシー、あの、ピンクヨッシーとか、なんかそういうの、みたいなもん。青のとか言ったじゃん。赤ヨッシーみたいなのも、それと一緒。あとは、選手権動画っていうのがあって、あれ積極的に並ばないとバンされます。あれ3回欠席したらバンです、あれ。選手権動画は。頑張ります。そう、裏で統計取ってて、あれ3回来なかったらもうバンになる。連続3回来なかったら。で、あとは、チャット禁止にされた人がいて、リン君、P ボタンを押して P。なんかさ、マインクラフトのメンバーで出たでしょ。で、そこで検索のところにカイキングって押して、カイキングのなんかチャットマークみたいなところをこうクリックして非表示にして、で、カイキングからのチャットは表示されませんってしたら OK。で、なんか今までやらかした人は、バンじゃなくて、これもそうなんだけど、このペニーってやつ、このポリゴン、ペニー515ってやつも、まあ、やらかして、そう。参加者の女食いまくって、こいつは。実はそれが発覚して、さすがにお前やりすぎだってなって、こうなった。喋ってないでしょ。そう、口を脱がされるって意味。
口先三寸で女に手出しまくってたから、もうお前は喋んなって言って生態を取られたってこと。こういうやつバンじゃなくてよかったね。まあまあまあバンではまあギリギリ許されたみたいな。そっか、リング2020年か。あの頃と変わったなって思うこと選手権でもやります。また選手権になっちゃうけど、あの頃と変わったな選手権かな。やるなら全部だろう。いやだいぶ変わってますよ。だいぶ変わりましたよ。現実でも異世界転生してるみたい。でも3年越しに、2年越しか、3年越しに帰ってきた人多分いなくない？2年半越しに帰ってきた人っているっけ？そんな人多分いないんじゃないかな。2年3年越しに帰ってきた人って。あーまあチュッパかな。まあ確かに、まあ、ギリチュッパが同じぐらいかも。俺チュッパ一瞬でいなくなると思ってたんだけどね。キリットは2年ぐらいだから、ちょっとリンクくんのが長いかも。まああとコンテンツ追っかけてないっていうのがまあでかいね。あ、チュッパじゃん。チュッパのこと覚えてるかな？リンクって、ちなみに、これでいいのかな？スキン。まあ、いっか。まあ、リンクだし。2020、5月からいなくなったよ。あ、じゃあ、チュッパと大体同じぐらいか。来なくなったのは。大体同じだね。覚えてるか？ちゃんとチュッパ。クソつまんねえ水族館が、なんか、クソつまらんやつやってたよ。フグ入れたタワーみたいなの作った。名前変わったから覚えてないか。チュッパチャップス。黄色っぽいゴミみたいなスキン。バナナとかガーディアンのスキンしてたよ。そう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 。ああ、わかった。クソつまらんみたいなので思い出されるのちょっとやだな。クソつまらんことしてたやつみたいな。ひどい。ひどいな。はい。じゃあ行きます。ご神。あの頃と変わったな。お前さ。お前はさ、あの頃と変わったなって書いてるけど、お前さ、胸にデカデカとなんかついてるけど、お前いなかったよね。仮面制度が導入された。リンク君も仮面になるならスキンに初心者マーク。あ、そうだそうだ、リンク君。リンク君、スキンに初心者マーク貼っといて。リンク君は、スキンに初心者マーク貼っといてください。初心者の人がつけてる。あそこ、カイキングつけてるでしょ。これはまあ、罰だね。罰でつけさせられてる、カイキングは。次、ブロメノム。毒状態が酸化税になって引退。そして貝、芝、青いクマ、寒色系の酸化税が消えた。あ、そうだ。あ、つぶがいって覚えてる？せんやって覚えてる？青クマせんや、あと芝さんって覚えてる？全員同じ理由で消えて、全員ほぼ同じ理由で消えて、そういう感じですね。女？はい。気をつけてね。はい、カイキング。あ、そうか、生体ないのか。あれ？なんか消えた。消えちゃったね。ミュートにしていないけど、そもそも何も言ってない。あ、じゃあミュートでいいってことか。オッケーオッケー、了解。了解、じゃあミュートでいいってことだね。つまりポリゴン、あ、翡翠転生、あー、あれリンクどこ行った、あれリンクどこ行った、あリンク向こう並ってんのか。お前大丈夫、お前並ばなくていいぞ。お前一回こっち来い。お前大丈夫、お前主品だから一回こっち来て大丈夫。まだ並ばなくていい。最後に話せばいい。これエニカラって知ってる？エニカラ知らない？二次三次って知ってる？ VTuber。 あ、これその このポリゴンじゃなくてこのスキンのやつが50人クラフト行って、信じがたい話だとは思うんだけど、落ち着いて聞いてほしいんだけど、二次三次の VTuber が参加型にいて、 VTuber であるにもかかわらずこういうところで若い参加勢を特会控えによしよししまくってもらっててって感じになってる。ガチです。ちなみにガチです。若い参加勢に特会控えで構ってもらってる。まあ災害みたいなもんだね。これは災害にゃ。はい、会見がもう終わったね。
やったかな、ゴッドコーナー、みなくんさんとチャット動画で普通にタメ語で話すことが多くなった気がする。2019初期は昔は一部を除いてみんな敬語だった気がする。あ、確かに、まあ確かにそうかも。確かに言葉遣いはみんな変わったかも。割といい感じになったね。いい意味でラフになった。え、多分初期の頃多分怖かったんじゃないかな。多分金くれ、あのこういうありさまになってるってこと。金くれ、なめんな、顔出し物申しのイメージがある。優しいもんだよな、優しいもんだよ。ピン太郎、長月が無名から著名になって無名になった。あ、そう、長月って覚えてる？あいつめっちゃ人気になって、人気投票でも1位だか2位になって信じられんじゃん。でもまた人気が落ちた。これもガチです。ちなみに本当です。あのちなみに本当です。次、チュッパ、自分が復帰した時に苦戦したことは、クン来てしなくても勝手に来て触れてくれる。リンクは前に行った時そんな感じはなかった気がするから大丈夫かもしれないけど。リンクで、なんかあの競われてない、なんかしれっと嫌味言われてない、なんか君何も面白いこと基本的にしないから呼ぶこともないよねみたいな。復帰枠としてライバル視してる。あ、まあチュッパ系じゃないから無理だと思うけどな。次は坊さん、2020年当時のことは知りませんが、マイクラ中にみんな VC やってることかな。あ、リンク、もう今や50人クラフトは、集団の力が大事になってきて、ゴリラビ以外はみんな VC つないでやってんのよ。わかる？このあの今参加と VC に参加してるっていうのじゃなくて、みんな基本的に友達を作って、その友達と VC をつなぎながら遊ぶみたいな人が結構多い、ゴリラビ以外。全然喋れます。でいくつかあって、まずスリザリン、陰キャ転生、世界政府っていうのがあって、陰キャ転生と、まあ、もう分かるでしょ、なんかそういうこと、うん、なんかまああんまり治安が良くない感じのやつ。そう、旧アトラス組プラスアルファみたいな感じで、ハッフルパフ、田辺サバ、田辺って覚えてる？なんかあいつがボスってちょっと信じがたい話だと思うんだけど、あいつがボスで、ね、ボスってことになってて、ジョジョエンおごってもらった。あ、そうなんだ。あ、じゃあ田辺サバがいいかも、ハッフルパフがいいかも、リンクがハッフルパフがいいかも。ただそのオビバンっていう、まあちょっとこれはあんまり大きなこと言えないけど、まあなんかこうそこの元締めの女みたいなやつがいて、おつぼねさんみたいな目標がいて、そいつに逆らうとちょっとめんどくさいことになる。は、田辺さんはではおとなしくします。そいつに逆らうとまずい。次がパケボ、ちょうど2年前でした。んリップ、エルジャバ、バン。あー、え、エルジャバがバンされたのだ。あ、マジか。ドラクラぐらいだったよね、確か。懐かしい。エルジャババンだ。そういえばなんでバンされたのか俺も知らないかも。簡単に言うと CSGO でチートをしました。CSGO にてチートを使用したためバンになりました。簡単です。割と単純なシンプルな理由で消えました。バンされた系のやつで名前が出ない。次、MS。2023年からは参加生内で問題が起こったら基本的にリアルの殴り合いで優劣をつけることになってるんだよね。今までバンされたやつはクンとの殴り合いで負けたわけだな。なんかヤバそうなやつで、まだ参加生のやつはクンに殴り合いで勝ったわけだ。いや、翡翠さんのあのドロップキックはすごかった。そうだね、オフで殴り合いしてみたいな。だから結構体鍛えておいた方がいいね。フィジカルが大事になってきてる。俺も筋トレ始めたし。次、ノルちゃん、以前はバニラサバイバルの長編が甲状腺だけだったけど、今はモッド入りやプラグインで遊べるようになった。2020から私は3歳年を取った。最後のなんだよそれ。それなんだよ。次、メタボ、いや、こういうもん、こういうもん、こういう感じ。あのメタボの番なんだけど、もうずっとこうなんかちょっとこうそういう病気でチャットが遅いんだよね。そういうやつでちょっと待たなきゃいけない。参加勢の声出しが当たり前になった。あ、そうだ、参加勢が声出しが別に普通になってる。アマングアスとかを声出しでやったりしてる、その限られたメンバーの人。そうだから、なんかちょっと変わってる、そこら辺が一番。当時は声出しとか絶対無理というか感じだったけど、今はそれはたまに見てました。あ、そうなんだ、そっちは見てたのか。吉井京信者、
あの頃と変わったのはやはりノリが変わったこと、マイクラ建築すごいみたいなノリがまだ残ったけど、今はニート部だったりクンさん本人との人一人一人との関わりが増えてる気がするというか、2020当時はまだ慣れてなくて参加税という概念自体が慣れてなかった。あとクンさんが年々優しくなった。昔はハイバーンだったのに そこはすごく嬉しい。あと本物のヤバいやつが増えた。あとバニラサバイバルやりたい。本物のヤバいやつ、まあそうだね。あそう、あのこれいるじゃん、これ本当にフィンランドの人、この人本当にフィンランドのヘルシンキあたりに住んでる。多分ヘルシンキあたり、知らん、それ適当に言ったけど。えヘルシンキ住んでんの、合ってる、あたり。だから南の方だからヘルシンキあたりって言っちゃった。フィンランドは素晴らしい国です。旅行先として考えてみてください。いやさ、あのヘルスカの見バレってさ、あのフィンランドで日本語ができて年齢をなんか言ったらもうヘルスカしかいないから、もう今更どこに住んでるとかマジでどうでもいい。あのバレたとて意味もないし。あそう、あとリンク、さっきからなんかニャーとかつけて会話してる、あのここにいるじゃん、ここの子、この子、これ夫、そのうん、なんかあ違うにゃ、うん、嘘つくにゃ、本当にやばくなっちゃって、個性がない無名がいたから、お前は女だって言ったら本当にそうなっちゃったみたいな。本当にそうなっちゃって、なんかこうノリでやってたら本当にそっちだったみたいな感じの呪物ですね。次、夏くん、お前変わったよ。昔はそんなんじゃなかっただろう。何参加者に喋らせてんだ。昔はチャットしたらバンだったじゃねえか。また50人で直下盛りしようや。バカでかい階段立てようや。ああ、また直下盛りするじゃん。一旦直下盛りかな。サバイバルで。伝統芸能50人直下盛り。最近ガチやってないよな。ちょっと一回ぐらい50人で直下盛りぐらいはやってもいいかもね。次、タコワザ999。私は2020年の時はちょうど会話を離れたので何も知りませんから別の話題をします。別の話題、勝手に始まった。2020年というのは中国で3回目のコロナでゾロ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 、はい、まあ、こういうやつです。タコワザってこういうやつ、うん、タコワザはこういうやつだから。時は変わって2023、次、シラソル。場所に合わせてスキンを変える人増えた。まあでもまあまあ昔も割とやってたような気がするが、まあ、てか個人に注目されることが増えたから昔より、なんかそれをする意味が出てきた気がする。次、とんがり。ちなみにとんがりはずっとこんな感じ。あーまあこんな感じ、こんな感じだね。フィネガキ面子、ね、本当のガキで、まああんまチャットに意味はない。あんまり話してる意味はないけど、もう日本語訳するとメンバーシップが始まって、50人クラフトのメンバーシップサーバーがあって、それは建国クラフトの観光ができたりとか、あとは PVP をみんなでやるとか、そういうこうメンバーシップの人向けの50人クラフトのサーバーがもうなんか運営してますみたいな、そうな入ってますので、あなたもぜひメンバーシップのその参加税側でも参加できるから、そういうのに来てはどうでしょうかっていうふうにピネガキは言いたかった。それぐらい面子って言葉がなんか詰まってる。そうで、まあそんなもんかな、そんなもんだね。多分50人クラフトに関する知識。あとは気をつけた方がいいのは、昔からそうだけど情報漏洩系、情報漏洩、18未満との、まあちょっとそういうこと、女子未満と通話するなど、メスガキリスクと、あそう、過度な乞食と北小路翡翠かな、注意しといた方がいいのは。北小路翡翠よしよし隊っていうのがいて、良平をはじめとするなんかよしよし隊が囲いみたいなのがいるっていう。北小路翡翠よしよし隊、不明の光は乗っ取られた、なんか陥落してる、まあ、そんな感じだね。旧メンバーはもういません、そこに。よしよし被害者控除会になったにゃ。あ、あと、ゴドンさんは AI になってて、あ、ちなみにこれ本当の話で、ゴドンさんはガチで AI として動いてる。本当に AI。さっき大喜利してたけど、あれはチャット GPT で動いてるので、あれは人間ではないです。データの世界で、ゴドンさんのツイートとかを読み込ませて、ゴドンさんを再現してる。AI で。
で、リンクくんの大喜利は、内容は最後並んでたけど、沼ランチャーとかモッド入れる手間がなくなった。あー、まあ確かに。でもモッド自体もうそんなやってなかったからな。まあラボの存在がね、まあいろいろドラマがあってね、カメスタが現れてカメスタが消えてまた現れるまでのドラマみたいな、カメスタが来てカメスタが消えてカメスタが来るみたいなのがリンクくんがいない間に一度起こってるんだよね。そのカメスタっていうやつがいて、こうモッドとかすごい詳しくていろんなプラグインとかいろいろやってくれるやつがいて、まあ、そいつが来て、でめっちゃ優秀だってもてはやされたけど、実はとんでもない沼野郎でいろいろ崩壊させてなんか消えたんだけど、また戻ってきて元気に活動中みたいな感じだから、沼ランチャー、そういうこと、沼でもできる沼ランチャー。カメスタ一強時代からまたちょっとラボが引き継いで、そうラボっていうこうなんかエンジニア系の人が入ってる場所で、あ、そうヤニャーもいる。ヤニャーの彼氏、まあ、そうヤナーくんとヤニャーちゃんがいて、カメスタがそこ作ったんだけどカメスタが追い出された。アップルみたいな感じ、ジョブズと一緒。ジョブズと一緒って言ったらカメスタめちゃくちゃ優秀なやつみたいじゃん。なんかそんな感じかな。なんか変わったこと、まあでもそんなもんかな。参加勢が俺の代わりに代行で動画撮るとか。てかニート部見てたって言ったけど何見たの？アモアスだけ。どうだったの？なんか どういう風な印象だった？なんかおもろいなと思ったやつとかいた？特に特に全員つまらんかったって。なんだこれ、つまんな、なんだこれ、つぶすわ、なんだこれ、なんかやっとるわ、つまらんわ。あ、そう、くんチャンネル今5つに分裂しました。くん50人クラフトチャンネル、ニート部別冊号、くんのいろいろ5つですね。ユーゴスラビアみたいになってます。5つに分割されてそれぞれの道を歩んでる。何個か登録します。全部しようね。ということで、じゃあリンクくんよろしくね。リンクマイクラは2日に1回だからね、基本的に2日に1回だから、まあ明日はまたやるけど、ちょっと変則で明日もやるけど、基本的に2日に1回と思ってください。はい、2020年も2日に1回だった。あ、そうだったっけ、大人と。あ、そうだ、一緒だから変わってない。毎日になってフォトナが廃れて、フォトナ勢はほぼ全滅した。マチャカリが唯一の生存、ほぼ全滅です。あ、そうだ、リンク、これいるじゃん、これオツン、これオツンです。このもうあの悲しい姿になってるけど、これオツン、あまりにもどうしようもなさすぎて、キャラがだからもう、なんかキャラ個性がないから、タコワサ送りになった。